はい、こんにちは。今日は、シャトレーゼ行ってきました。シャトレーゼで気になる商品あったので買ってきました。まずはこちらです。はい、産みたて卵のふんわり厚切りロール、こちらを買ってきました。これがですね、税抜きで100円です。こちらを買ってきました。こんな感じです。後ろはこうですね、こんな感じです。はい、それとですね、北海道十勝産小豆の生どら焼き、これです。こちらを買ってきました。これも税抜きで100円です。はい、こちらの方を買ってまいりました。これも美味しそうです。こんな感じです。であとはですね、ちょっと気になる商品があったんですけど、こちらです。板チョコ、こちらを買ってきました。今回はですね、板チョコレートスイート 54% カカオのを買いました。 33% の板チョコと、あと何だったかな、ちょっとホワイトチョコのと 54% カカオとあったので、 54% の方買ってきました。こちらの方が一番在庫がなかったので、まあちょっとカカオ 54% ぐらいのがいいかなと思って買ってみました。こちらを順番に食べていきたいと思います。はい、じゃあこちらを開けていきたいと思います。いただきます。はい、こんな感じです。どうでしょうか。生クリームとカスタードクリームもちょっと入ってるような感じですね、これ。で、生地が、スポンジ生地が結構ボリューミーというか、しっかりした重さがあります。これを食べてみたいと思います。はい、いただきます。スポンジは結構弾力があり、しっかりしてますね。しっかり、美味しい美味しい。あ、クリームが甘さ控えめで、あ、これ美味しい、美味しいですね。美味しい。このカスタードが入ってるところがいいですね。うまい。生地がふんわりしてるんですけど、弾力もあってちょうどいい硬さです。美味しい美味しい。感じです。カスタードも入ってます。でクリームも結構たっぷり感がありますね。厚切りっていうこともあってちょっと厚めですかね。こんな感じです。このもう卵の感じが非常に生地に出てますね。美味しいです。卵感がすごい。うまい。クリームはですね、甘さが控えめです。というかこれ厚切りでこんな感じでしっかりあるんですけど、ペロッと食べますね。ペロッと全然大丈夫、飽きない、美味しい。うまい。
これまたここにカスタードが入ってるのがいい。カスタードたっぷり、うまい。このクリームうまい。美味しいです。あーうまい。本当に生地がしっかりしてますね。程よい弾力で飽きのなく全部食べれました。美味しかったです。はい、続きましては生どれ。これもちょっと食べちゃいましょう。これも100円でした。よいしょ。どうでしょうか。こんな感じですね。クリームがどうですか。いい感じですね。ペロン。なんか見えますか。こんな感じ。小豆たっぷりじゃないですか。小豆。ああいい感じ。全部めぐれますね。ほら。これを食べてみましょうか。まず真ん中割りましょうか。こんな感じです。はい、じゃあこれ食べてみたいと思います。うん、うまい。小豆あんこがね、おいしい。北海道十勝産ですね、あんこが。で、生クリームとこのどら焼き生地。あ、これもちょっと甘さが控えめって言いますか、食べやすいですね。うまい。小豆がすごい美味しい。うん、まあまあまあ。あ、これはいいね、これ。美味しい。ロールケーキ食べちゃったけど全然いけます、これ。うん、うまっ。食べちゃった、うまい。はい、じゃあ今度は板チョコをちょっと開けてみましょうか。ここは切り口がこっちからですね。開けましょう。はい、もうちょっと割っちゃおうかな。ちょっともうこのまま食べてみます。うん、うん、うまいうまい。カカオは 54% ですね。スイートっていう名前で書いてあります。これね、このチョコレートの香ばしさ、カカオの苦味、しっかり入ってますね。うまい。うまいうまい。これは税別120円でした。うん。なんかちょっと高級なチョコレートの感じですね。味的に。うん、うまいうまい。やばいやばい、これ。1、2、3、4、5列。
3の5で15で今6食べちゃいました。ちょっとロールケーキ食べてどら焼きも食べてチョコレート6カット食べたので、もう今日は食べたいですけど、ちょっとこれは残しときます。非常に美味しかったです。ごちそうさまでした。終わり。